ってなわけでね、今日はまた久しぶりにコメントを見ていきたいと思います。みんないつもコメントありがとうね。さ、早速行きましょうか。今日の夜からオーストラリアに行ってきます。行ってらっしゃい。アマちゃんポンコツすぎ、わらわらわら、言わないでください。ジュ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 、車の仕事してたんですか？いや、僕は車の仕事はしてなかったんですよね。ラウンドいいな、いいだろう。1個目。おお、1個目すげえな、お前1個目すげえ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 。1日何時間くらい働いてるんだろうか。だいたい今1日6時間ぐらいかな。パースにいるから来てほしい。わおー、英語ばかり喋ると日本語おかしくなりませんか？頭の中どうなってるのか知りたいです。頭の中はパーチクリンです。パースでオフ会しましょう。オフ会？バイリンガールじゃあるまいし、誰が俺のオフ会に来るんよ。こっちが泣けてくる。こっちも泣けてくる。誰が撮影してるんですか？これって誰に撮ってもらってるんですか？結構みんな気になっとるみたいやね。はい、じゃあ紹介しましょう。この方です。あはい、僕です、カンガです。はいどうですか、楽しんでます？楽しんでます。茶碗蒸しに栗が入っているのは当然、秋田県民の常識。関東に行ったら全然違くて驚いた。自分の常識は違うんだなと感じました。粋な例えをするね。マッカイにも来てほしいな。そんな悪魔が来そうなところ行けるか。仮設トイレって何ですか？うるせえ、ちょっと間違えただけやろうが。仮設するトイレだ。仮設しながらトイレする、あ、うんこしよっかなって考える、仮設しながらのトイレタイ。1個目。1個目すげえ。1個目のやつすげえ。鳥がガチャ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 ギャーギャーギャー、わらわらわら。いや、鳥さんマジでね、勘弁してください。僕の YouTube 撮影邪魔しないでください。お願いしますよ。あまちゃん頑張ってください。